数千機の奇妙な形をした宇宙船が地球の空域に侵入してきます。地球に降下し、都市の上空を飛び交い、人々をパニックに陥れているのです。突然、一番巨大な宇宙船の扉が開き、奇妙な生物が出現。人間の言語を真似しながら、遥か彼方にある恒星のプロキシマケンタウリからやってきたと言っています。最近、科学者たちはこの恒星の付近から奇妙な無線信号を探知しているので、そのうちに本当にこのようなことが起こるかもしれませんね。プロキシマケンタウリは太陽系から最も近い場所にある恒星で、その距離はわずか 4.2 光年。これはこの恒星から放たれた光線が地球に到達するまで 4.2 年かかるということ。この距離は地球から太陽までの距離の約27万倍。恒星であるプロキシマケンタウリは夜空を眺めた時に肉眼で見ることはできません。ですが、この惑星系にはちょっとした秘密が隠されているんです。では近くまで飛行してよく見てみましょう。この赤色矮星のサイズは太陽の7分の1で、その明るさは8分の1。プロキシマケンタウリは木星の約 1.5 倍の大きさで、約150倍の質量があります。ですが、今回の目的地はもうちょっと先。ここにあるのは地球に似た惑星であるプロキシマケンタウリ B。 地球よりも約 10% 大きく、恒星のハビタブルゾーンである遠すぎず近すぎない完璧な距離に位置しています。そのため気温も高すぎず低すぎないので、水が存在する場合、液体の状態で存在している可能性があるんです。ですので、この場所では生命が生き残り進化することができるということです。さらに、地球上で受信した信号を送信できるほど文明が発達している可能性があります。無線信号は基本的に波状をしているんです。特定の頻度と長さなので、人工信号と自然に生成された信号は簡単に区別することができます。そしてプロキシマケンタウリ B から受信した信号の周波数は 982MHz でした。人々が台所や車の中で聞いている普通のラジオは約 100MHz の信号を探知するようになっています。そのため、科学者たちは信号が人工的に作成されたものであると結論付けたのです。このような信号は発展した文明同士のコミュニケーションの手段であるかもしれないのです。これが本当に宇宙文明からのメッセージであるなら、人類にも解読できるはずですよね。そのために、文明は最も単純な暗号化の方法を使うことでしょう。例えば、人類はすでに地球から無線信号を宇宙に送信しており、それはアレシボメッセージと呼ばれています。このメッセージは1679桁で構成されているんです。 23×73 の正方形で作られた長方形で、バイナリーコードを使って記号化されており、文明に関する情報を含んでいるのです。長方形の上部には、我々が使用する数字のシステムが白で記されています。そしてこの紫色の部分は、次の部分のメッセージを読むための鍵となっているのです。この鍵には、水素、炭素、窒素、酸素、リンなどの元素の原子番号が記号化されています。これらは生命の誕生に必要な重要な要素。この信号を受信した側が数字と鍵さえ理解できれば、メッセージの次の部分を読むことができます。そしてこの緑色の部分は、人間の DNA 鎖の螺旋構造の要素を表しているのです。そして一番下にあるのは DNA 鎖そのもの。白い長方形が構成要素のペアの数を示し、青い螺旋は DNA 鎖の形状を示しています。さらに、人間のシルエットが描かれていて、左側の白と青には平均身長の高度化された数値が表示されているのです。宇宙文明に人類の姿を理解してもらえるように、人間が DNA 鎖の端に描かれています。そして人間のスケッチの右側の白い長方形には、メッセージが送信された時点での地球上の人口が見られます。これは1974年の時点での数なので、42億人であり、現在の数のほぼ半分です。次の部分は太陽系の図になっていて、大きな黄色い正方形の四角は太陽。次は当時惑星とみなされていた冥王星を含む太陽系内のすべての惑星。
宇宙文明にこのメッセージの出どころを理解してもらえるように、地球は他の星よりも少し上に描かれています。そして最後の絵は、このメッセージを宇宙に送信した天文台に関する情報。この信号は現在地球から2万5000光年離れた M13 星団へ向かっています。そのため2万5000年経つまで到達しません。ですが、仮に信号を受信できる相手がいたとしても、応答を得るためにさらに25年かかってしまうのです。プロキシマケンタウリからの信号がメッセージであるなら、それを解読するための時間が必要になります。では超強力なコンピューターを起動させて結果を待ちましょう。でもこれは地球上での受信に成功した最初の謎の信号ではありません。科学者たちは1977年にすごい信号を受信していたのです。これはとても珍しいもので、当時はいて座の一部から受信していると思われていました。望遠鏡は72秒間未知の信号を受信していたのです。その後、印刷された信号を見た科学者は、信号が人工的なものであると結論付けました。そして彼はその紙にすごいと書き残しているのです。その後の観察と研究では、同じ信号を再び受信することはできませんでした。様々な説によると、この信号が通り過ぎた天体の宇宙船から発信されたものであるとも言われています。そして飛び去ってしまったことにより、信号を探知できなくなったというのです。さらに、この信号はおそらく地球上から発信されたものであるとも言われています。宇宙に向けて発信したものの、高高度で物体に当たって反射してしまったというのです。さらに、惑星を周回している飛行機や衛星、宇宙ゴミであった可能性もあります。その上、この信号は人間によって作られた望遠鏡によって受信されたものだったので、波長や周波数などの全ての特性により、科学者たちが混乱してしまった可能性があるとも言われているんです。2017年、科学者たちはプロキシマケンタウリでフレアを記録。恒星の明るさがわずか10秒で1000倍になったのです。その前にも約2分間続いたもう一つのフレアがありました。プロキシマケンタウリのフレアからは膨大な量の放射線が放出されています。たとえこの惑星系に生命が存在していたとしても、多分これらのフレアによって破壊されてしまったことでしょう。恒星風によって大気が吹き飛ばされ、惑星の表面は生命のない状態になってしまったのです。結果としてプロキシマケンタウリ B は地球の60倍の高エネルギー放射線と400倍の X 線放射線を受けることに。科学者たちは、この惑星系での生命の存在の確率は100万から1億であると結論付けています。信号が人工的なものだったのか、自然によるものだったのかは未だに分かっていませんが、地球に大量の宇宙船がやってくるというシナリオは心配しなくても大丈夫でしょう。宇宙文明を探す唯一の方法は電波を使うこと。電波は地球から高速であらゆる方向に発信することができます。ここでの深刻な問題は、その想像を絶する距離。天の川銀河の幅は約10万光年。反対側に生命が存在していて、人類が彼らに向けて無線信号を送信したとすると、その惑星には10万年経つまで到達しないことになります。そして、さらに10万年の間、返事を待たなければなりません。それは、相手が地球に接触する際にも同じことなのです。人類は19世紀になるまで無線信号を作成したり受信することができませんでした。たとえある文明が天の川のどこかで発展していて、ラジオを発明していたとしても、数千年間信号が伝わらないことになります。さらに、地球の周りの無線ノイズも消え始めていて、代わりに Bluetooth、光ファイバー、ケーブルテレビなどが使われるようになっています。そのため、約100年後には地球は他の惑星からは探知できなくなってしまうのです。さらに最悪なことに、宇宙に信号を送り続けている宇宙文明があった場合、どうなるのでしょう。信号が地球に届いているのに受信できる技術を持っていなかったら、そのうちに信号を送信していた惑星は進化し、信号を発信しなくなります。宇宙に送信されていた電波はたくさんあったのに、アンテナの設置が遅すぎたかもしれないのです。宇宙には約2兆個の銀河が存在します。そして、そのそれぞれには太陽系のように数十億と数兆の恒星が含まれているのです。
もしかしたら近くに地球のような惑星があり、生命が誕生していることも。そしてこの宇宙文明は我々と同じように望遠鏡を通してこっちを見ていて、未知の惑星からの無線信号を待ち構えているのかもしれません。